はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、仮面の男です。さあ本日なんですが、皆さんはアルカナフォース21ザワールドというモンスターをご存知でしょうか。これが斎王拓馬さんが使うね、史上最強モンスターと言われているモンスターでございまして、簡単に言うと相手のターンをスキップします。さあクソデッキですよ、本日もクソデッキをねお見舞いしていきますよ。このモンスターどういうことを持ってるかっていうと、このカードが召喚判定書が特殊が成功した時にコイントスを1回行って、これ裏だったらマジ弱いんですけど、表だった場合、自分のエンドフェーズに自分のフィールド上のモンスター2体を墓地に送って発動することができると。次の相手ターンをスキップする、やばいこと書いてますね、完全にやばいこと書いてます。モンスターをリリース2体することができれば、あ、これ自分も一応リリースできるんですけど、リリースすることができれば相手のターンを完全スキップできるんですよ。相手のターンをスキップするっていうことは、要するに相手はドローさえもできないです。こいつの効果使うと、また次の自分のドローフェーズが来るんですよ。自分のドローフェーズが来るんです、こいつの効果使うと。相手のターンやらずに、もうずっと俺のターンということができると。まあ、今回はね、このザワールドさんを使って、まあ、ザワールドといえばディオさんですよね。もうディオさんの最強モンスターを使って、あ、ちなみに西洋同じなんですけども、ディオと斎王拓馬は西洋同じっていうね、話は有名なんですけども、まあ、このディオの最強モンスターを使って、相手のターンをスキップしていくというデッキ、これをご紹介していきたい。まあ、でもどっちかっていうとね、ディオっていうよりも、その相手のターンをスキップしてるから、時間飛ばしてるみたいな感じなんで、まあ、どっちかっていうとキングクリムゾンに近い。ザワールドというかな。アルカナフォース21、キングクリムゾーンに近いモンスター的には。ほんでこれどういう風に出していくかっていうと、なんかね、そのソルティアルートはねあってね、なんかね一番初動とかでなんかそのソルティアはできるらしいんで、確定するらしいんだけど、ちょっとその辺のソルティアは僕はあんま詳しくないので、今回はこの、アルカナフォース21ザワールドをこの、打天使ギミックを使って出していくっていうギミックを、作ってきました。コンボパーツ一応3枚で、創造の代行者ビーナスっていうモンスターと、それから、光の結界と、アルカナリーディングっていう、この3枚があると成立するコンボです。まあ、回し方はね見ていただきたいんですけど、こうやって弾出して、3台弾出して、で2台でリンク召喚して失落の打天使出して、で、光の結界貼ってアルカナリーディングで、ザワールド持ってきて、でこいつの効果って、墓地のカード、墓地から天使徳を除外するとね、天使徳をアドバンス召喚できるよっていう効果があって、でさらにアルカナリーディングってアルカナフォースのモンスターの召喚権を一回増やすよって効果があるんですよ。だからこいつを除外して、こいつを出すときに出力の打天使の効果で墓地の溜まったかを除外して出していくっていう。でフィールド上にね、もう天使徳が2体並んでるから、そいつらをリリースすればターンがスキップできますっていうことですね。で、まあ、このギミックを、活用していくのに、そのドローソースがやっぱないといけないんで、ドローソースかつ蘇生できるようなカードがあるとすごい相性いいんですよ。要はアルカナフォース21の効果で、ひたすらにそのモンスターを2体ずつリリースしていく必要があるんで、なので今回打天使と組み合わせました。イシュタムとか、それからまあスペルビアとか、このまあ追放、それからまあトレードイン闇の誘惑あたり、この辺のやっぱドローソースが非常に相性が良くて、打天使とね、これでまあデッキを掘って、しかもイシュタムを墓地に送りながら、階段でスペルビアとイシタムを蘇生すればアタッカーにもなれるし、21のリリースターにもなれるっていう、まあ、そういうギミックですね。はい。で、まあ、控えの結果にないときはセカンドチャンスで頑張ってください。以上、早速ね、本日は相手のターンを完全にスキップしていきたいと思います。対話拒否チャンネルへようこそ。デュエルスタンバイ。さあ来い、よっしゃ。オッケー、とりあえず代行代行者、とりあえずウララあるんだったらここに投げて、まずは創造の代行者ビーナスを召喚、頼む。テキスト読まないで占わないでくれ。あ、占わない、よし。よしよし、占も掃除もない。いけると、これはいける。まあ、とりあえず弾を3体出そう。弾を3体出して、まあ弾3体出してから考えるやつね。はい。そして俺は人影闇湯を発動。人影闇湯のところにカード2枚ドローし、あっ、 OK。 わあ、まあ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 、これはもうほんと人影です。皆さん、裏、表裏、表裏あるわけですよ、コイントスっていうのはね。表が出る確率は 50% なわけですよ。ギャンブラーにとっては 50% は何パーか知ってますか ?50% は、そう !100%! 飛車
誤入をすれば 100%、 50% は死者誤入をすれば 100% というね、あまりにもボロをねいつも吐いております。私はさあ2体のモンスターでリーク召喚、現れろヒスラケの打天使、そして光の結界を発動。あなたの運命はすでに決まっていたのですよ。アルカナリーディングの効果により手札のアルカナフォースモンスター1体を召喚することができる。そしてヒスラケの打天使の効果により墓地の転送を除外することもできる。現れろアルカナフォース21ザ・ワールド。そしてザ・ワールドの効果、コインは当然聖地。そして一応失落の打天使の効果を使ってイシュタムを持ってこさせてもらおうか。さあアルカナフォース21ザ・ワールドの恐るべきテキストを読むことだな。エンドフェーズ、フィールドのモンスター2体をリリースすることによりこのモンスターは相手のターンを完全にスキップすることができる。これがアルカナフォースの力。エンドフェイズ、スラクの出しの効果により回復し、そしてザ・ワールドの効果を発動。フィールドのモンスター2体をリリース、この弾2体をリリースし、ずっと俺のターン。ドローフェイズ、うおー、でもやばいぞ、ちょっとリリース素材がねえぞ。大丈夫かおい、やべえな、リリース素材がねえ。これはちょっとイシュタムで追放か階段を引っ張ってくるしかねえ。アルカナリーディングの効果により手札にスペルビアを持ってこさせてもらうぜ。そしてイシュタムの効果発動、イシュタムの効果によりカードを2枚ドローさせてもらう。バイバイ。あ、神ゲーでしたね。神ゲーでしたね。そして、打天使の階段を持ってきて、そして手札よりマジックカード打天使の階段を発動。打天使の階段の効果により墓地で存在する打天使スペルビアを特殊召喚。打天使スペルビアの特殊召喚成功時効果発動、墓地で存在する天使モンスター1体を特殊召喚できる。これによって打天使イシュタムを特殊召喚。そして打天使イシュタムの効果も一応使っておきますか。打天使イシュタムの効果発動、打天使イシュタムの効果により打天使の追放のカードをコピーしデッキより打天使の階段を手札に加える。これによって次のターンも蘇生ができるっていうわけですよ。これが最強コンボ、ずっと俺のターン。バトルフィッツ。いけウリウリー。そして私のエンドフェイズ、ザ・ワールドの効果発動、天使族モンスター2体をリリースすることによりあなたのターンは一生かない、ずっと俺のターン。運命はすでに決まっていたのですよ。お前のターンねえから。さあ成功率めちゃめちゃ低い、このデッキ、このデッキ成功率何パーくらいだろうな、だ、ま、15回に1回くらいかな決まるの多分。感覚的にはね、感覚的には15回に1回くらいな気がする。あ、来た、よし。OK、 多分裏らもないな、これ、この感じ、裏らもなそうだ。とりあえずこれを除外するぜ。そして俺は創造の代行者ヴィーナスを召喚、創造の代行者ヴィーナスの効果を発動、創造の代行者ヴィーナスの効果により弾を2体、いや3体特殊召喚させてもらうぜ。こいつちなみにね、効果知らないと結構春うらら打ってくれるんですけど、この人になんかね、春うらら効かないんですよ、これ単位制限ないから。向こうにされたところでもう一回使えるんで、これなので、うららはね、創造の代行者ヴィーナスは意味ないっていうことだけ言っとくわ。そして失落の打天使を2体でリンク召喚。出たな、1回これスペルピア捨ててイシュタムの前にだな。まずですね、一旦ですね、こいつを捨てましてですね、持ってきましょう、闇属性を。これで、圧倒的人格闇湯っていうね、はい、これができると。そしてまずイシュタムの効果を使う、イシュタムの効果によって、スペルピアを墓地に送りカードを2枚ドローしていく。キュイキュイ、あー
オッケー。だから、あとはアルカナリーディングを引けばいいわけですよ私は。で引かの結果を持ってきて、で、追放も一応発動して、で追放の効果でこれで階段持ってきて、アルティメット迷惑ソリティア闇の誘惑を発動。闇の誘惑の効果によりカードを2枚ドロー。止まったか。いやまだでもトレードインあるな。トレードインある、まだある、まだいける。トレードインの効果を発動。トレードインの効果によりアルカナフォース21を墓地を送り、きっとキッと迷惑ソリティアの末に揃ってしまったようですね。デュエル終了のお知らせ速報。デュエル終了のお知らせ速報。遊戯王デュエルモンスターズ終了。アルカナフォースアルカナじゃアルカナリーディングの効果を発動。アルカナリーディングの効果によりアルカナフォース21ザワールドを特殊召喚するぜ。あ、召喚するぜ。召喚するために墓地の転移速を除外することもできる。そして現れろアルカナフォース21ザワールド。そして引き換えの結界の効果、コインは当然聖地。そして打天使の階段を発動。打天使の階段の効果により墓地で存在するスペルビアを特殊召喚。ちなみにスペルビアは天使とかだったら何でも特殊召喚できるから、これで21ザワールドも特殊召喚することはできるぜ一応な謎シナジー。そして、打天使スペルビア、じゃあスペルビアね、ユシタムの効果も発動しておくぜ。ユシタムの効果によって追放をコピーし次の階段を予約しておくぜけっクソデッキや、アルティメットクソデッキや。そしてこれでエンドフェーズを宣言させてもらおう。アルカナフォース21ザワールドの効果発動。フィールドのモンスター2体をリリースすることにより次の相手ターンをスキップする。うおー、ずっと俺のターン、うりーうりこんな効果コインはどうでもいい。そして墓地に存在するスペルビアを特殊召喚すると何が起こるかてめえに見せてやる。俺は墓地で存在する打天使スペルビアを特殊召喚、スペルビアは特殊召喚成功した場合墓地の転速モンスター一体を特殊召喚することができる。打天使スペルビアの効果再び現れろ、アルカナフォース21ザ・ワールド。さすがディオ様、俺たちにできないことを平然とやってのける。あ、裏になっちゃったばいや、そこに締める、憧れる。こいつは俺の攻撃落ち、バトルフェイズだ。さあ懺悔の用意はできていますか。遊戯王デュエルモンスターズ終了のお知らせ、対戦ありがとうございました。貧弱貧弱貧弱。さあお相手し反動、俺強いけどなんかある。とりあえずこれどっか入ってテラフォーミングか、テラフォーミングの効果を発動。テラフォーミングの効果によりフィールド魔法1枚をやめて、なんか不利用だな。ちょ、うららマジでやめて、うらら本当にやばい。これトレードインと闇優、これやるしかないんだけど、これまあ一回闇優でこれうらら打っていいよ、これ最悪だなって打っていい。あ、打たない、なるほど。あ、でもいいんじゃない、これはここにうらら打っていいよ、これうらら打っていい、想像の対抗者はこれ打っていい、いいよ、打ってもいいよ。あ、ザ増字か、オッケーオッケーオッケー、増字ね、増字関係ねえ、ターン飛ばすからターンを飛ばせばね関係ないんですよ、相手にターンを渡さなければ俺の勝ちは確定する以上。さあ創造の代行者ビーナスの効果によってさあホーリーシャインボールを特殊召喚していく。そしてトレードインの効果を発動するぜ。トレードインの効果によってアルカナフォース21ザ・ワールドを捨ててカードを2枚ドロー。なるほど、人掛けソリティアいきまーすいや止まったか、止まってねえな、止まってねえわ。打天使の階段捨てて、ではいはいはい、で結界発動して、ほんでアルカナリーディングの効果、
アルカナリーディングの効果により恐るべきモンスターを手札に加える効果を持っている。これによってアルカナフォース21ザ・ワールドを手札に加えさせてもらおう。そして俺は創造の代行者ヴィーナスの効果を発動。創造の代行者ヴィーナスの効果によって弾を出して、さらに俺は2体のモンスターでインク召喚、現れろ失楽の打天使。そして失楽の打天使のなんかまたあいつは誘発を引いたな。アルカナリーディングの効果を発動。アルカナリーディングの効果により墓地に存在するアルカナリーディングを除外し、このモンスターを召喚させてもらおう。俺は墓地に存在する謎のモンスター2体の魂をゲームから除外することに。現れろアルカナフォース21ザ・ワールド。そしてザ・ワールドの効果は当然聖地俺はこれでターンを終了するぜ。さあお前のターンだ。なにうわうわうわ